マキリナチャンネルへようこそ。ちょっと今日はピンマイクをね、胸につけてみまして、声の感じどうですかね。左と右とね、こう分かれてますかね。でも結構音は大きく取れてると思うんで、あとはあとね、そこさ編集で触りやすいかなと思うんでつけてみました。で、いつも同じ格好してるんですけど、私寝巻きなんですよ、これね。もう寝る格好してここで撮影してるんですけどね。ちなみに寝室なんですが、はい。で、今日はこれですよね。フォーカシングスクリーンですよ。マニュアル撮影をするのに昔のね、フィルムカメラのようなファインダー味が出る。覗いた時に真ん中にこう丸があってね、でこう2つに分かれてて、こうピントが合えば映像がくっきり見えるっていうね、こういうファインダーにしたくて、コメントくれた方が教えてくれたこういうのがあったんで、もうすぐポチってね、もう悪い癖ですぐポチっていきましたよ。で、買ったのがね、楽天さんの、これ D7000 用です。ちゃんとね D7000 用で、スプリットマイクロフォーカシングスクリーン ECB タイプってやつですね。で、値段はね4612円でございます。これね、私が思ってる通りにちゃんとつければ4600円は安いと思います。安いと思いますよ。5000円までやったら確実に安いんちゃうかなと思いますね。でも海外でこれ売られてて、まあ楽天で言ってるから買いやすいからね、ポジッとしたんですけど、海外で買ったらもっと安い、2000〜3000円であると思うんですけどね。まあ、それで買える方はね、そっちを選んでもらったらと思います。で、出どころはね、ちょっと話長なるかもしれないですけど、出どころはね、調べたところによると、このディコン27000と書いてますが、元はね、ニコンの、なんじゃん、K3 型っていうスクリーンを使って、加工してるようなんですよ、どうやら。その加工を、その要は、機種とかによってね、こう、大きさ変えたりとか、ちょっと触ったりってして、そして販売してるようなんで、こうアウトなんかセーフなんか分からへんよね。まあ、どれがアウトなんかっていうのも微妙なところなんですけど、まあ、自分とこの商品ですって出すのはちょっと微妙なのかなっていう感じはするんですが、わかんないですよ。ちょっと濡れ衣かもしれんけど、そういうところもあるみたいですね。私が買ったところはどうかわからへんけど、そういうメーカーもあるみたいですね。なかなか難しい。でもね、なんじゃかんじゃ言うても、昔のそのフィルムカメラのようなファインダーで写真撮影ができるんやったら、私はめちゃくちゃ嬉しいですね。めっちゃ期待してます。ということで、早速今からね、このカメラでこのままこう撮っても、ちょっと映りにくいんで、何だっけな、カメラでしたっけね、ペンタックス MX1 でね、ここでマクロ撮影をしたいと思います。で、お届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、早速行きたいと思います。今、レンズがついてる状態ですね。これレンズを外すんですが、まず内容物ね、こちら入ってたのが鉄製のピンセットとプラスチック製のピンセットと本体と、あとコンドーム2個ですね。まあ、このコンドーム見てもあれですよ、指サックですよ、指サック2個ね。で、中身がこちらですね。ちゃんとクロスも入ってます。中身、これちょっと中身開けてみましょうかね。うん、おー、ちっちゃいな。思ったより、お、なんやこれ、なんか入ってる。思ったよりなんか入ってる。これ思ったよりちっちゃいんでびっくりするんですけど、これなんやろ。これ、これなんかペラペラ、お、袋となんかシートみたいなのが入ってますけどね、よく分からへんな。これなんやろ、これ、これなんでしょうね。これが本体ですね。わかりますかね、真ん中に、真ん中にね、点がある。丸い点、丸いね、こうちょっと、色が違うところがあると思うんですけど、こうね、これがチラチラするんですね。これでフォーカスを合わせやすくなる。では、バラしていきましょう。いきまーす。レンズ外しまーす。はい、OK、外れました。
この前に見えてるのがこうミラーですね。こいつの上におるんですよ。これですね。奥に見えてるあれ。あの奥に見えてるのが、スクリーンですね。さあ、説明書通りに、行くと、この今入ってたクロスを使わせてもらってね。なんかね、ほんまにこんなやってええんかと思うねんけど、クロスを中に引けって言うとんですよね。クロスを中に引けって言うとんで、ミラーが傷つかんように入れます。いっちゃいます。いっちゃいました。いっちゃいましたよ。こんな感じで。わあ、こんなことしてええんかな。アウトですよね。そして、まずこう鉄の、ね、鉄のピンセットを使って、これやなぁ。このね、本体のここの、ここにワイヤーがおるんですよ。そいつを、そいつは引っかかっとんねんね、奥にキュッと。見えますかね？ね、ワイヤーが引っかかってるのが見えると思うんだけど、それを外さなあかんので、ちょっと外してみます。ちょっと見えへんな。外れるこんなん。怖っ。外れましたよ。今ちょっとなんかスクリーン触ったような気がしたけど。これでね。やばいやばい。今ポンとこうね。見えますか？こうね、ワイヤーが外れました。ちょっともうドキドキやねんけどな。こうね、あ、来た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 。来ましたよ。お、危ない。危ない。危ない。危ないぞ。危ない。スクリーンが落ちてきた。ちょっと見にくいな。ライトが、真上からじゃないんで、前、ちょっとライト近づけますね。ちょっとスタンドライトつけてるんで。こんな感じで。見えますかね。降りてきたぞ。やつが降りてきた。これを、ああなんか来た、もう一個来た。あれがシムってやつやね。あのスクリーンの奥にもう一個金色が落ちてきたスペーサーみたいなやつがおるんですけど、あいつはね、置いとかなあかんやつらしいんですけど、ややこしいな。はい。ほんじゃ、外していこうかな。いきますよ。これ。こういう感じで出てきたんですよ。こうし、触ったから、手触ったから、手触ったから、ちょ待って、どうしたいのこれ。どうしたいのちょ。これがね、標準のスクリーン&シムでございます。で、このシムって金色の縁は、またつけなあかんので、戻しましょうかね。どうやって戻すのこれ。ああ、これ確実に、スクリーンちゃうわ。ミラー置いてから、ミラーの上に布置いた方がいいですよ、これ。間違いなく。じゃないとアウト。これで OK なんやな。今、シムが入りましたね。見えるかな？ね、奥に金色のやつが見えてると思うんですけど。入りましたね。こ、確実にこっちを、こう、こうですね。で、この爪をピンセットで掴んで、そうと入れると。いうことですね。行きましょう。このね、スクリーンを、今袋開けてきたんで、これはプラスチック製の、こんなんで掴めんのかな？これ、あ、ちょっと先がね、これ先がね、先がふにふにのゴムなってるんですよ、こう。見えるかな？こう、ふにふにやん。ほらほら、ふにふに。だから掴める。いきます。掴みにくいやん、これ。
うわ、これむずい。落とすな、これ。落とすわ、これ。ちょっと待って。ちょっとめっちゃむずいんですけどね。あ、いった。入りましたよ。入りましたところお見せした。ほら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 、入った入った入った。結構ね、ずれてますとかいろいろ言うてるやけど、ずれてるって、ずれることがあるって言うてるんやけど、結構スコンといきましたよ最後は。さあ、これでピンを止めましょう。これを止めるのが、こいつやったら多分心もとないので。うわ、怖いな、これ。最後のピンっていかなあかんねんね、これ。これね、タバコ吸ってる人やめた方がいいですよ、これ。うわ、怖え。あ、あ、あ、着いた。これは怖い。なんかでもね、もう傷ついたんかな、これ。なんか白い点があるんですけどね。あ、ゴミやった。よかった。着きましたよ、ほら。わかりますかね。いやいや、心臓が。脈打ってる。そらそうやな。こんな感じ。な、真ん中にね、丸い点が、つきましたよ。よし、オッケー。ちゃんと止まってますよね。これ結構ね、最後のパッチンがね、こういう感じ。最後のパッチンが結構、硬いです。だから何回もね、こう、あーあーって僕みたいにやってたら、マジでこうスクリーン傷つくんで、一気にういっていってまうとね、あかんと思います。さあ、これでちょっと撮影してみましょう。はい、それではフォーカシングスクリーンを取り付けましたので、今ファインダーをね、コンデジでガン見してます。ちょっと拡大してますんでね、中央重点にしてます。かなり拡大します。で、今からオートフォーカスをピント合わせたいと思いますので、見とってください。真ん中の、一応真ん中の丸をね、ご注意ください。いきまーす。オートフォーカス、ちょっと手ぶれ起こしますよね。オートフォーカスオン、はい、いきました。今置いてるのはマイネーム桜ペンでございますよね。ちょっと手、すみません、手ぶれが起きてるんで、ちょっと真ん中にこうへんね。手でも打ちながら撮影してます。もう一回ちょっと行きますね。もう一回行きますね。これで、ピントずらすね。ピントずらす。そして、オートフォーカス行きまーす。はい。こういう感じですね。上と下がこう、合うてない感じなんで。
初めねピント合わすまではピントがこうずれてるんですよね。この状態でオートフォーカスでピントを合わすとパシッと、ね、ずれてたマイネームがぶっきり合いますね。こういう感じです。ちょっと丸々でゆっくりやってみましょうかね。よいしょ。で、こっからちょっとずらしていきますね。どうずれるかというと、こういう感じなんですよね。反対行くとこう。手前にピント合わすとこうね。こういう感じ。暫定付けんで切った時みたいな感じですよ。どんな感じかわからへんけどね。で、これがピントがピタッと合うところが、これぐらいかな？ちょっと今、ディスプレイを見ながらやってますんでね。これでね、下の合唱点が合うてるはずなんですよ。出すと、あれ？出てますかね。丸出たでしょ、これね。丸丸ってほら。で、合唱、もう一回いきますよ。これこれ。左下に、見にくいな。丸が出てますよね。これが覆ってる証拠なんですけど、これピタッと覆ってる状態ですね。合いましたよと。で、こうずれますよと。で、オペンオートフォーカスいきますと、ね、切り替えて、オートフォーカス。オン。こういう感じね。ピタッと。こういう感じになってます。これが、今言うてるね、スプリットマイクロフォーカスシーリングの威力でございますね。これでいくと、こう真ん中にね、こうピントを合わせやすくなる。真ん中の被写体に対してピントを合わせやすくなるんで、ここが合えばいいんですよね。見えるか見えてないかっていう。要はピントの山が見える。ここは頂点ね。頂点とこの行き過ぎたこれがよくわかる。これすごいですよね。これでもこれがわかったらね、さすがの私でもこれはピント合うはずやと思いますよ。ちょっとこう手ぶれでずれてるけど、こういう感じでね、すごいですよねこれ。ということでございました。はい、ということでございまして、ご覧いただきました、フォーカシングスクリーンの取り付けとその結果なんですが、すごいでしょ。もう感激ですよね。あのピントが合う瞬間のね、この映像がこう分割されてた映像がパチってきた時にゾクゾクっとしますよね。しないかな。ゾクゾクっとするんですよあれ。懐かしいなっていうのもあるんやけど、まあそれやろね多分ね。フィルムカメラを使ってた人は、ああ、これやっていうね、ものすごい喜び。ちょっと声大きいかな、マイクね。ちょっと、その喜びがね、めっちゃあって、最高ですよね。これでもマニュアルフォーカスで、わざわざ楽しんでる人は、これ絶対買うべきですよ、デジカメで。ほんでね、いろいろ僕も調べてね、加工してる人とかもいるんですよ。でもやっぱりね、こう、ピントが合わへんかったり、例えばその入れる、スクリーンの中のシムのね、入れる枚数とか、そのコンマ何ミリの世界で、ピントが微妙に合わへんかったりするらしいんでね、結構難しいんですけど、でも一応私が買ったのは、それ専用というやつを買ったのでね、一応合いました。あとね、その中に入ってたね、梱包さ、その中に、このケースの中に入ってた、なんかスクリーンのこう枠みたいなのありましたよね。あれはね、どうやらスペーサーみたいなんですよ。穴ペラペラのやつがね、ペラペラのあのペラペラの下敷きの、もう下敷きまでいけんな、サランラップまでもいかへんけど、もうほんまに薄い、ああいうのがスペーサーになってるんで、もしかしたらね、これ入れんかったらあかんかったんかなっていう、ちょっと気にはしてるんですけど、でも今つけて撮影できたんで、まあええかなと思ってます。まあこれがね、1500円ぐらいでいっぱい売られてたら、いっぱい種類を買ってね、一番見やすいやつをこう試したりとかしたいんですけど、ちょっとね、それでも4600円するでしょう。これを大量に買うわけにはちょっといかへんので、まあそれをそんなお金あるならレンズに回したいんでね、とりあえずこれで行ってみて、どうしても都合悪かったらノーマルに戻すかもしれないですが、まあこれで行きたいと思います。どうもね。それで、走馬灯目なんですが、やっぱりメリットとデメリットっていうのがあって、
って、で、メリットはもちろんね、マニュアルフォーカスで、パッチリ合わせれる。ね。ドンピシャでピンを合わせれるっていうところにメリットがあるんですが、あとね、考えれるデメリットとしたら、これね、デジタルカメラ特有なんですけど、フォーカスの位置っていうのを、こう、レバー、じゃボタンとかでね、こうフォーカスの位置を変えれるんですよ。で自分が狙いたい構図があって、フォーカスここに合わせたいところに合わせて、マニュアルでもオートでも何でもいいですけど、合わす、なんですけど、それがね、右や左やって持ってこれるやつが、センターしか合わないんですよね。その持ってきてるそのフォーカスチーリングが、真ん中しかないので、もちろん真ん中しかないんでね、真ん中に合わすんですが、で昔のカメラってね、ピントを真ん中で合わして構図を作りよったんですよ、私はね。プロじゃないんでちょっと詳しく分かってないんですけど、ピントを合わして狙いたい場所を決めて、そして狙って構図を決めて飛ぶっていう感じだったんですよね。でもそれから比べたら当たり前のことなんですが、でも今って便利なんでね、そのフォーカスのポイントを変えて、ここを狙ってこうぼかすっていう風なことができたんやけど、今はやっぱり真ん中しかないんでね、真ん中で狙ってこう決めるっていう、そういう作業が出てくると思うんで、で真ん中しかピントが合いませんよっていうところにちょっと難点があるなというところ。まあね、贅沢言い出したら気になるんですけど、あとそれと、さっき言ったその周りが必要以上にこうぼやけてるんで、全体的なこう映像はね、今までのデジタルカメラのファインダーから比べたら見にくいんで、そこにちょっと戸惑いを感じる人がもしかしたらいるかもしれないんですが、おっさん連中は関係ないと思いますよ。おお、これやっていうところで喜んでると思いますね。だからメリットデメリットってあるんで、オートフォーカスでパシパシ撮る人はこれ絶対必要ないと思いますわ。もちろんそのビューで見たりしてね、こう写真を撮る人はいらんと思うんですよね。一眼でこう狙いながらも、オートフォーカス任せの人は備えにね、ギリ線でも撮れるのかなと思いますね。ぐらいかな。だからこれほんまにマニュアルで撮っていって、そういう地味な遊びを楽しみたい人は、これはね、買った方がいいですよじゃなくて、絶対買ってください。これはほんまに抜群ですね。あと合うか合わへんかはね、こう自分の腕で。私ちょっとずれてますけどね、真ん中が。ちょっとずれてんねんけど、コンマなんぼかずれてんねんけど、そんな言い出したら聞いないからね。一応ピントがあったいうことで満足してますよ。ということで、なんとか成功しましてね。満足してますがね。実はもう一個ちょっと忘れてることがあってね、こいつなんですよ。DK17M ってのをつけようかっていう話を確かしたと思うんですが、これね、前回の動画でしたんですよね。要は今日のそのフォーカスシーリングを使って、ピントを追い込んだところが合ってるのかを拡大する 1.2 倍の、何やったっけな、マグニファイアですよ。これをつけたいんですが、とりあえず今日はね、もう満足したので、これをちょっと次回にしてね、次回に取り付けしてみてやってみたいと思います。ということで、余談がだいぶ入りましたけどね、ものすごい満足して、よかったなぁ、これで、ね、これでね、帰ってからうわまたピンボケ量産やみたいな話にならへんと思うんで、ストレスがねだいぶ減ると思います。まあ、こういう楽しみ方もねいいんじゃないかなと思いますので、よかったらね、皆さんもこうやってみてやってみてください。ということで今日はね、この辺で動画を終わりたいと思います。じゃあねー。